にちは。ヨッピーです。サンキュー先生です。皆さんお元気でしょうか。今日はみんなハハハを紹介します。こちらの絵本はですね、最初に食べ物を食べている動物さんと赤ちゃんが登場するんですけど、笑って笑ってって言うと口を開けて、はい、笑った表情を見せてくれるんですけど、その時の歯がとてもこう印象的というか、それぞれの動物の個性的な歯がね、見ることができます。で、歯っていうのは食べる以外にも、動物だったらなんかこう喧嘩する時に使ったりとか、巣作りのために歯で削ったりとか、いろんなところでこう活用できるというか、生きていくために大切な歯なんですけど、やっぱり歯ってとっても大切、人間にとっても大切だよねっていうのがね、なんとなくわかる、伝わる。そして笑顔って誰かが笑顔になると自分も笑顔になるし、自分が笑顔だったら他人、なんていうの、知らない誰かを笑顔にしてることもあるというね、こう笑顔の連鎖なんかも感じれるような内容になってるかなと思いました。はい、ということで、後半には読み聞かせのポイントもご紹介したいと思います。はい、ぜひね、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではサイズを紹介します。はい、サイズはですね、横が19センチ、で縦も19センチですかね。はい、正方形の可愛らしい赤ちゃんがにっこりしてるね、表紙になっています。はい、じゃあね、紹介していきます。はい、みんなハハハ、笑い声がいいですね、ハハハ。はい、ね、最初に登場する動物さん、みんなもこうなんか食べてるんですけど無表情なんですね。で、ネズミさん笑ってよってね、声かけると、最初に出てくるのはネズミで、ハハハハハってね、こう口をもう大きく開けて笑ってくれるんですね。はい、パクッと食べたリンゴが美味しいのか、すごいいい笑顔してるんですね。はい、次はライオンさん。ライオンさんはね、生肉かなと思うんですけど、ブシャブシャ食べてますね。はい、ライオンさん笑って笑ってってね、言うと無表情なライオンがガーッと大きなね、口を開けて見せてくれます。はい、次は馬ですね。馬さんが、お馬さんがむしゃむしゃと人参を食べていて、はい、笑って笑ってって言ってね、ヒヒーンってね、いい声が出てますね。ハハハと笑うんですけど、さっきのライオンさんとはやっぱり違って、こうなんかこう這い揃ったような、なんかパッと見入れ歯みたいにも見えちゃったんですけど、ね、馬の歯ってことなんですか。はい、そうなんですかね。はい、やっぱね、今まで見てきた動物たちと、やっぱ歯なんかみんな違うなっていうのにね、だんだん気づいていきます。はい、次がカバさんですね。カバさんってこう水面からこう口から上の部分だけが出てるんですけど、笑ってーというね、ガバーッと開いて口の真ん中にキャベツ持ってるんですね。はい、こう最初のページは食べ物が見えないんですけど、こう笑ったら食べ物が見えて、これきっとガバッと食べるんでしょうね。はい、ははは、ちゃんとこう笑ってるんですね。はい、で最後は赤ちゃんが登場して、赤ちゃんはね、哺乳瓶を持っています。笑ってですね、にっこり哺乳瓶をこうやって持って、イエーイって感じで、キャハハってね、歯が2本だけ、はい、そう、下の2本だけが見えてるところがね、赤ちゃんらしくて可愛いですよね。で、笑ったねって、みんなが笑ったら楽しいね、ハハハという感じでおしまいとね、なります。はい、はい、こちらの絵本はですね、やっぱりこう笑ってって言った時に口の中が見えるっていうのがとってもポイントで、口の中の歯の様子、ネズミだったらこう前歯が2本ずつなんですけど、下の方が長いんですね。で、この下の歯でカカカカッとこうリンゴを食べてるのかなってね、わかるかなと思うんですけど、まあ、ライオンだったらやっぱり生肉を食べるので、犬歯っていうんですか、こう鋭い犬歯がで噛みちぎるって感じですかね。そういうのがなんか、あ、これできっと噛みちぎってるんだなっていうのがね、よくわかるようになってるし、馬だったらさっきもね言いましたけど、こうなんか入れ歯みたいなんですね、平らな大きな歯でこうすりつぶすために、こうそういうね、独特な歯になってるんですね。はい、でカバなんかはね、ちょっと見たことあるかなと思うんですけど、口の中にがバカって開いたところに、こうやってキャベツとかスイカを入れると、こう勢いよくガバーってね口の中で噛み
なんていうかこうすりつぶすって感じなんですかね。で、なんかそれぞれの歯って全然違うねっていうのがすごくよくわかるようになっていて、で最後に出てくる赤ちゃんはですね、下の歯2本なので多分半年ぐらいの赤ちゃんかなと思うんですけど、この時の歯って実はこれからもっと増えていくから、この時しか見れない、この時ともう本当お年寄りになってもしかしての時しかこの顔ってないので、もう一生見れないこの時のとっても可愛らしい歯が描かれてるなっていうのがね、印象的かなと思いました。はい。そしてですね、最後はみんなで笑って、やっぱり誰かが笑うとみんなが笑うよねって、みんなが笑うと他のみんなも笑うよねっていうね、平和な感じをね感じるような感じでした。あ、感じるような感じだって平和をね感じるような作品になってました。はい。以前にご紹介したね、うんうん、あのみんなあくびっていう本から多分、はい、あの影響を受けてるというか少しオマージュしてる感じに似てますけど、まあ、切り口はちょっと違う。あっちはあくび、口を開けると口の中にあくびが入ってると笑うって言ってると、はい、まあ、あの日本で書かれてるので日本の子供に受け入れやすいように書いてるなっていう印象はすごく受けますよね。子供って結構こう見比べたりするのも好きなので、誰の歯が一番大きいかなとか、笑い顔は誰が一番可愛いかなとか、はい、そういう会話にもつながるし、そうですね。で、あの最後なんかこう赤ちゃんの歯、さっきもご紹介したんですけど、このぐらいの時からやっぱ歯磨きしようねっていうふうにはあの言われているので、はい、可愛い歯でいるには歯磨きした方がいいよねとか、綺麗な、みんなかっこいい歯してるんですよね。あの真っ白なかっこいい歯してるので、かっこいい歯になるにはやっぱり綺麗にしておいた方がいいよねとかね、そういう会話にもつながるかなと思いました。はい。みんなそれぞれ個性的な歯でとっても可愛らしいなというのがね、印象的でした。はい。ということで今日はみんなハハハを紹介しました。最後まで見ていただいてありがとうございます。またお会いしましょう。さよなら。 Thank you.